ありがとうございます。坂本くん、もしかして私のこと疑ってます？え、ここではお互い信じ合わないと生き残れませんよ。じゃあ帰りはこれお願いします。大切なものが入っているので気をつけてくださいね。はい。なんだこの威圧感は。さあ急ぎましょう。とか言ったよな。最後に言っておく。俺に協力しないか。俺は経験者だ。チップを集めて必ず生きて帰れる。どうだ、悪い話じゃないだろう。嘘つき。そう言って紫さんを騙したくせに。そうか、知っていたのか。じゃあ死ね。いいんだ、死ぬ時から潔く。さよならママ。なぜだ、なぜ爆発しない。起爆スイッチが入らない。所有権が俺に移っていないということか。あいつ生きてやがる。こういうことだったのか、伊達さん。最低だなあんた。大丈夫か卑弥呼。なぜだ貴様、なぜあの状況で助かった。生きてるのを許されてるとさえ感じるよ。さすがに懲りた。もう今までの甘っちょろい自分は死んだって思わなきゃな。伊達さん、いや伊達、俺が生きてる以上あんたの使えるビムはリモコンタイプのみ。そのビムもこの辺りに全て仕掛けてんだろ。つまりあんたは今何の武装もしていない丸腰ってわけだ。俺には一つだけこのクラッカー式が使える。それに完全武装の卑弥呼だっている。勝負は目に見えてる。おとなしく負けを認めろ。でないと俺は容赦なくあんたを狩る。待てよ伊達。来るな、見逃してくれ。まさか生きていたとは。爪が甘すぎた。クソ。俺を追ってこい。俺は丸腰だ。お前が圧倒的に有利だ。お前の勝利は揺るがない。そう、余裕をかませ。油断しろ。逃げ惑う俺を追い詰めろ。出せ！バカ。
その下には俺のビムがあるんだよ。クリア経験者の実力を思い知らせてやる。死ねえ。な、何？あんたが卑弥呼を追ってる間に仕掛けてあったビムを見つけた。隠れるならそこしかない。だから場所を移しておいた。ここは君たちが夢見る理想郷、盤上の世界、リスボーダ。この世の全てが単純なゲームで決まる。人の命も国境線さえも。誰？僕？僕はケト。あそこに住んでる。